だからほらそっちに視聴者の皆さんからのね相談メールとか全部苦情だよ、いやいや苦情じゃない、でも本当にねそれぐらい来てるらしいよ、相談とかなんか、うん、とか、あれなんで俺たちに相談、あ、なんか来た、こんにちは、あら、お姉ちゃんどうした、こんにちは、お姉ちゃんって言い方ないけどね、お姉ちゃん、あ、あ、ピーちゃん、ほら、ね、そうですよ、そうですよ、あ、これなんだっけ、バブちゃんだ、中脚、あ、やっぱり、やいやいやいや、ごめんな、中脚、大丈夫か、大丈夫かな、ちょっと、死んじゃったんじゃねえのか、死んじゃったん、大丈夫か、大丈夫か、ああ、ダメ、ダメ、違う違う、あの、うん、今のは中脚君も悪い、ね、こんなキャラクター攻撃的じゃダメだ、わかるな、中脚君な、わかるか、うん、な、今日ここに来た時点でこれぐらいの覚悟はしてただろ、してたしね、さすが、まあまあならいい、はい、東京都町田市20歳男性、車に構えたちびっこ、太田さん、女性をファーストフード感覚で抱く人そんなわけ失礼な言い方すんな、ちゃんと愛があっての話だよ、違う違う、それだ、昔な、今はもうそれもない、昔な何がファーストフード感覚で女性を抱くだ、どんな言われ方だよお二人の家庭にはルールがありますか、なんか、あー、ルールだってさ、まあ、強いて言えば、うん、俺が何にいくら使おうが、あの、言うなと、文句を、うわ、かっこいいな、それ、ただし、もうちょっとお金をね、稼いでもらわないと生活ができませんの時だけ言っていいと、俺は芸人だと、まあまあ別に飲む、使う、当たり前なんだと、いや、そんなことは言ってないよ、別に飲む、打つ、買う、買うは言ってないわ、飲む、打つは言ったかもしれない、打つ、公営ギャンブルだよ、競馬とかだよ、競馬ぐらいしかやってないからねバカで好きだろ、いや、そら海外に行った時はやるよ、いやいやいや、海外の会、いやいやじゃねえんだ何がいやいやだ、この間のあの店としてどの店だよ行ったことないよ、つらちゃん、これはマジ行ったことないよすごいな、こんなぐっそりな濡れ衣初めてもう濡れ衣の十二人みたいなもん、思ったよ、思った、例えがうまい、例えがうまいですね、いい機会、胸切るの12人やめなさいフィーチャーするんじゃねえ今んとこ一応言われたことはないわ、そんなにいくら使ってるとか、じゃあお前が全部財布握ってるってこと、全部お金預けてんのよ、預けてる、管理任してんのよ、で、まあ、財布にさ、ちょっとお金がなくなったら、あ、じゃあちょっとあの銀行行って入れといてくれとかっていうパターン、でいくらぐらい入ってるの財布に、いつも、まあでも5万とか、嘘つけよお前この野郎5万のわけねえよなお前な、まあ、10万10ってことねえだろお前、やばいってだろお前入ってないよ、10ってことねえだろお前よ、入ってないよ、それでお前バカだ、やれるかお前、やってねえっつって、だから人聞きの悪いことやめろ今一番の問題発言、そんなにね、先ほど他にルールはないの、夫婦間でこうなんかこう、例えば喧嘩した時はその日は持ち越さないようにしてとかさ、でも本当に喧嘩したことないんだよ俺、あ、喧嘩したことないないのよ、だから別にそんなに、え、喧嘩にならない、男と女一緒にいて、いや別にならないな、信じられないよな信じられない、怒ったこととか俺ないかもしれない、女性に、あ、そう、あ、俺なんか、うちなんか毎日戦争のようだよ、うん、最近は何で揉めた、揉めるっていうか、まあ、要するに俺が一方的に怒られるってことだけどね、じゃあそれでルールはあんの、喧嘩した時は、いや、ない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 、もう言われっぱなし、言われっぱなし、だから俺は自分の中ではルールはあるよ、うん、口答えしないみたいなことはあるけど、そんなのルールじゃないわ、あの、もし相手が間違っててもそれはそうだと認めよう、違う違う、単なる我慢であってルールではない、だってもうそうしなきゃ生きていけないんだもん、すごいね、打たれ強いね、うん、だから前も言ったろ、俺耳をさ、あの塞ぎすぎてさ、あの耳が聞こえにくくなったことある、やっぱ人間ってそうなるんだねそうだよ、なんだかがな、どこで火がつくか分かんないんだよ、あ、そう、うん、うん、なんだっけな、この間なんかね、すごい怒ってたよ、なんか、あ、インタビューしたんだ、インタビューに受けたんだ、うん、俺が、でそしたらそのインタビューの、まあ、チェックしてくださいっていうさ、あの原稿が上がってきて、ゲラが、うん、それをうちのかみさんがこう読んで、読んでね、うん、
俺ら田中とうちでちょうど夜中ネタ作りしてたら、うんうん、パッて来て、あんたさ、うん、いい加減わかるよね、もうやばい、いきなりもうフルスロットルのテンションで来るのね、もう酔ってるしね、 あんたさ、この原稿ちょっともう一回パーンって投げられて、うんうん、おうおう読んでみなよ、うんうん、なんで何度やっても分かんないの、成長しないの、おうおう、したら、まあ、ラジオのインタビューだったんだよ、うんうんうん、でビートたけしさんの、うん、そのオールナイトニッポンが好きでどうのこうのっつって、うんうん、何どこがおかしいのか分かんない、おうおう、あんた前も言ってるけどたけしって呼び捨てにするのやめなさいよっつわけ、うんうん、でもたけしさんでしょっつって言うわけ、ああああでもさ、ああえたけしさんってかい俺たけしさんってこう全部ちゃんとさん付けを書いてあるよねそれも言えないの、いやたけしさんって書いてあるじゃんとか、おそろそろたけしさんって書いてあんあんだ、違うの、たけしって呼び捨てにすんのよあんたは、うん、読みなさいよ、直しなさいよ、私知らないから、うん、いやでもたけしさんかお書いてんだよねさんってね、読んどいてよ、知らないからね、もう、うんうん、あんたの仕事一切しないから、うんうん、でそれからね言っとくけどね、うん、ここの家あんたの家じゃないからね、え？え？ピーちゃんの家じゃないの？俺も初めて聞いて、おう、おう、え、どなたの家ですか？どなたの、で俺ほらお金のこととか一切分かって、まあまあ、誰がどういうね、うちのかみさんの払いなのか、うん、どうなのかよく分かってないから、うん、あ、うちじゃない、俺じゃないの、うん、だいたいね、あんたのパソコンだってこれあんたのもんじゃないのよ、お、私が会社をやってあんたがタレントをやって稼いだ金で買ったのは私のもんでしょってわけ、うん、そうなのかね、うんうん、もうだから出てきなさいってわけおう、え、そこまで発展してたの、そうそう、 お、 うお母さんの元に帰りなさいってわけ、うんうん、実家に、うん、実家もうないんで、おうおう、え、世の中にあなたの家ないの、じゃあもうないんだよ、おう、いや結局何にも問題なかったんだよね本当はね、全く問題なかった、さん付けもしてあるわけ、ね、だからそれは本当に俺は分からないいやすごいわ、それのその状況に耐えるっていうのが、でも一応さんをついてるところにこう丸をして、うん、で直しましたって出して、うんうん、俺は寝ちゃった、すごいよ、そんなに耐えたの俺ピーちゃんとおしんだけだったんだよ今まで世の中ですごいわ。